ちらのシートの紹介です。まあ、旧車好きな人は、特に国産車、好きな人は見たことあると思うんですけど、オートルックタイプのフルバケットシートなんですけど、これは僕のお店で、今回復刻したシート で今日、まあ、モックアップというかサンプル完璧に出来上がったんで撮ってきたんですけど、ここ数年で何脚か、このタイプ張り替えしたんですけど、まあ、全部レプリカだったんですけど、なかなか粗悪品が多くてですね、まあ、中にはちゃんとしたファイバー使っていいのもあったんですけど、まあ、物が古くてやっぱこれファイバーってね、時間経つと脆くなってっちゃうんで、なんかこうねひび入ってたりとかで、まあ、ひどいやつは、FRP のこのファイバーがもう2枚ぐらいしか重なってなくて、で樹脂もすごい薄くてもうこう座面がペコペコしちゃってるようなやつもあったんで、これはちょっとなと思って、まあ、僕のお店はですけど、旧車乗りつつもレース出てる方とか結構多いんで、だから思い切ってちょっとフルバケットシート作ってみようかなと思って、で今回この、オートルックタイプと、もう一つが、ポルシェの、ST タイプのシートを、作って、ラインナップしようかなと思ってます。まあ、でですね、こういう感じで、まあ、ファイバーをぶわーっと貼ってあって、あとは樹脂でこう固まってるんですけど、まあ、形はもう忠実にオートルックの当時物を、まあ、なるべく再現しつつ、まあ、多少この原型を、形変更したりとかして、多少幅とかこういうところの R なんか微妙に違うかもしれないんですけど、まあ、概ね同じ形のシェルで作ってます。で本家のオートルックはここにこうねハトメはめる穴が開いてて、こう背もたれのクッションがこの背中と、あと座面は違うか、背もたれだけかが、シェルにくっついちゃってるんですけど、カスタムベースとしてこのシェル考えた時にちょっとね、それだとあの制約、クッションのデザインに制約が出ちゃうん で今回は背中のハトメの穴はなしにして、こういう風なよくあるバケットと同じ風な感じにしてもらったんで、まあハトメつけたいっていう場合はここに穴開けてハトメつけられないこともないです。結構大変ですけどね。でこんな感じで、で取り付けの場合は、まあ、オートルック多いのはこの底止めなんですけど、まあ、金具作ればサイド止めもいけるかなと思います。でまあボルトで止めるっていうよりかは、なんていうのかな、あれ座金みたいなのを作って、こういう四角い、鉄板切り出して、そこに、まあ、鉄板自体が分厚ければネジ切った穴開けるか、ナット溶接して、こう点でね支えるんじゃなくて、こういう四角い面でシートフレームと挟んで押さえるようにすれば大丈夫だと思います。で結構かなり分厚くファイバー貼ってもらって、多分4プライぐらいは貼ってるから、かなり頑丈で、もう座面も全然へこまないし、で背中側はこんな感じで、この辺もすごい、オリジナルと同じ形状だと思います。で色黒ですけど塗ることもできるし、結構ファイバーの目が出てる、なんかこう古いヴィンテージの椅子みたいな感じに仕上げてもね面白いんじゃないかなと思うんですけど、でこれはこれから張り込みを、まあ、して完成形をまた、シート出来上がったら、まあ当たり障りないデザインで一回作って、完成形をまたお披露目したいと思います。一応ね、完成形はここにこうワイヤーが入ってカパッとはまるように作る予定なんですけど、オリジナルはここ接着なんですよね。だから、まあ、ちょっと貼ってみて、できれば、ウレタンもシートの表記も誰がやってもこう簡単に外せるようにしたいんで、こういう感じです。で、
これ完成形だけじゃなくて、このシェルでの販売もするんで、もし興味ある方、いれば概要欄の、ホームページアドレスとかから、問い合わせいただければ、と思います。結構がっつりね作ってもらってて、で今回のこの、まあ、プロジェクトというか企画は一脚単位から制作していただけるようになったんで、こういう穴いらないよとか、サイドもここはいらないとか、こういうの全部、埋めることもできるし、なかなかカスタムベースとしても使えるようなシートにしたかったんで、なかなかねこのオートルック2脚揃うっていうのもないから、まあ、ちょっと試しに完成品を一回作ってみるんで、また、ご紹介します。では。